と、まあ、以前ねあのボレ対ストロークの動画アップしたと思うんですけど、はい、ちょっとまあボレーバックボレーの時の、気をつけてること、まあ、グリップだったり、足の入り方だったりっていうのをちょっと教えてもらいたいんですけど、はい、まずグリップは、まあ、バックハンドストロークと一緒なんですよね。右手はフレームに沿って真下の、はい、コンチネンタルグリップです、ね、はい、で左手はラケットの面に合わせてそのまま握る、まあ、手のひらの感覚とあのラケットの向き一緒にしたいので私はこの持ち方をしています。左の手のひらの感覚と面の向きを比例させる感じですかね。そうですね、はい、まあ、あの基本的に私バックは左手で打つものだと思ってるので、おお、そう、左手の感覚で打てるようにこの持ち方です、はいはい、右手は当たった時っていうのはほとんど使ってないんですか。そしたら右手は本当に支えてるぐらい、うーん、じゃないと結構あのこう抜けやすいんですよ。そう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 、右手が強くなっちゃうと結構ねこうね右肘が出やすくなっちゃうので、そのサイドスピンがかかっちゃうので、はい、なるべく左手で押すようなイメージ。なるほど。打点はだいたいどれぐらいの位置？打点はあんまり前にしちゃうと、はい、まあ、両手なのでやっぱクロス方向に行ってます、はい、そうそうそう、まっすぐ打ちたい時なんかはもう本当に引きつけて引きつけて、もう本当に自分の顔の横ぐらい、横よりもちょっと前ぐらい、右足よりも横、右足の横か、そう、あんまりここまでは、まあ、右足を超えることはないっていうこと。そうそうそう、構えて、まあ、こういう風に、なるほど、右足一緒ぐらいかな。まあ、状況によってはそれより後ろの場合もあるということですよね。逆クロス打つ時なんか、そうですね、そうかもしれないですし、まあ、クロス打ちたい時なんか逆にもうちょっと前、そうそう、まあ、でも基本右足の横がフェースで、ちょっと前だったりちょっと後ろだったり、まあ、前すぎるっていうことがまあ少ないってことですね。ネット詰めててクロスに打ちたい時なんかそうかもしれない、そうですね、今ちょっと打ってもらったんですけど、はい、やっぱり左手ですか、ね、そうですね、左手。結構今見てる印象だとこうやっぱりそのまままっすぐ出してるから、あんまこうスライスとかをローボレーの時はかけてたんですけど、うん、ミドルボレーとかハイボレーに関しては逆にちょっとこう左手でグッと押していくような感覚が今見えたんですけど、やっぱその意識なんですかね。あんまりね、スライスかけようと思っちゃうとやっぱボールの下に入りすぎて浮きやすくなっちゃうんですよね、はい、そう、で特にあの女性とかだと力がないからあんまりスライスかけようと思っちゃうと、ふわーんっていうボールになりやすくなっちゃうので、そう、なるべくボールの後ろにもラケットセットして打つだけ、あと足で運ぶだけっていう風にしてあげるとボールに力が出るので、そう、あんまりスライスかけようとは思わないですね。そう、足元のボールはかけようと思うけど、うん、ミドルボールの時なんかは、まあ、フラットに近いちょっとスライスがかった感じで打ってますね。結構ハイボレーが力入らないっていう方多いんですね、はい、女性の方 で、はい、 でやっぱこうパワーを出す秘訣ってやっぱ何ですかね。パワーを出す秘訣、ハイボレー、特にハイボレー高い位置って力入りづらいじゃないですか、そのあたりでこうちょっとパンチを効かせたボレーを打つ秘訣というか、そのあたりが結構皆さんお悩みとして、男性でもなかなかこう力が入らないっていう方も、ね、多いぐらいなんで、やっぱ伸びきっちゃってるので力は入りづらいですよね、うん、そう、だから無理にラケットを動かそうとせずに、あのそのまま当てて、あのなるべくコースですね、あと深く返すっていうのをイメージしてる、じゃあその結果パワーが出たよの方がやっぱりいい、パワーを出そうと思って打つんじゃなくて、そう、出そうと思って打っちゃうと多分振っちゃうんですよね、うん、そう、振って失敗しちゃうとか、うん、あとはやっぱラケットがこうなっちゃうとか、うん、よくあの見てると思うんですけど、ね、先端がこう落ちてきちゃうパターンが多いので、はい、そうそうそう、もう力が入らない状態なので、もうこのまま合わせて打ってあげるだけで全然いいと思うんですね、うん、そう、あとは深く打つ足の感覚としては、まあ、今のパワーを出すのもそうなんですけど、足は1歩目左足で軸
脚に力を貯めてから右足っていうのをしてあげると、やっぱ後ろから前に行くこの動きでパワーが出てくるので、はい、そうそう、必ず左足からそうこっちの足にあの力を貯めるようにしてます、ね、言ったらしっかりこの動き、そう早くて遠いボールの時に多分ね左足からって考えられないから、 この時はもうすぐパッて行く可能性もあるけど、うん、まあ、ダブルスで全員例えばここに立ってたとしたら、まあストレートアタックドーンってこう佐藤コーチのバックに来たとして、うん、そういった場合のじゃあやっぱ右足から入るっていう感じ、多分考えてる時間がないんですよ。ないですね。そうでも基本的にこうあのまあ試合とかやってる時、時間がある時はもう必ず左足から、こういう意識はするけど、右足からとか意識するけど、まあ早くて時間がない時はもうこのままに、うん、正面のボールはどういう形で意識しますか？両手で入るんですか？親子と一緒で多分片手です。あここはもう片手でいっちゃいます。やっぱ肘邪魔になっちゃう、まあ、左肘が邪魔になっちゃうんで、そう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 、正面に来た場合はもう手離して、もう手離して、このままに行きます。その時に結構力が入んないってお悩みが多いんですよ、女性で。その時もその入れる感覚としては当たる瞬間にやっぱキュッと握る感じですか、それともずっと握りっぱなしで、当たる瞬間にキュッて握るのと、はい、あと結構私ここで引いちゃいます、ね、引く後ろに、あ、肘をね、肘、はいはい、そうそうそう、右肘を、右側に引いていくっていう感じですね。なるほど。ここであんまり前に押そうと思わないです。ああ、そう押そうと思うから結構当たりが悪くなっちゃってガシャガシャしちゃって、このまま引く、あ、なるほど、ね、そう、横に動かす、横に動かす、うん、で、絶対フォアではあんま取らないですね、うん、フォアで取っちゃうとやっぱこの後ポジションが ね、やっぱ端に行っちゃってセンター空いちゃうので、はい、ってことを考えるとやっぱりバックで取ってあげた方が、まあ、味方のためになるし、そう自分のポジションもすぐ戻せて次の動きに入れるので、まあ、あんまりフォアで取らないかもしれないですね。まあ打ったとしたらもうすぐに戻ってくればいいんですけど、そうやっぱバックで取った方が、まあ、次のことを考えるといいのかなっていう、あとあと両手だとやっぱこれ逆に左肘が邪魔になっちゃうので、うんうん、まあ、片手の方が効率、片手の方が、じゃあ女性で普段両手で打ってる片手も正面はさすがにこう逃がせるんであればいいけど、無理な場合早い時なんかはもう片手で行く練習もしといた方がいいってことですね。まあ、時間があれば、はい、まあ、両手でねこうやって打つなんて言ったんですけど、はいはいはい、まあ、早い時なんかも、まあ、とりあえずネットを超えることを意識して打ちやすい打ち方でいいと思うけど、まあ、片手が一番効率がいい、うん、